初めて私に手を挙げた。何度も何度も。あんけど、それで私は娘が3つの時に置き去りにして染谷の元を逃げた。あの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。あの子が今幸せでいるのか、そうじゃないのか、もう何もわからない。あの時逃げたことは今でも後悔してる。でもやっぱりあの時私はああするしかなかったの。暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか。だからあの子の母親だなんていう資格は私にはもうないの。何を言いよるんなら、このバカタレが。え？あんたは何ちゅうバカなんじゃ。ああ、親でおることに資格なんぞいるんか。自分が腹痛めて産んだ子じゃ。今でも会いたいんじゃろ。そがな他人面するんはやめ。南雲くん、あんたが昔子供を置いて逃げたんは他にやりようがなかったんじゃろ。ほんでももしあんたが望むんちゃったら、わしが度外してでも染谷から娘を取り戻したら、子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ。勝手に親辞める資格こそあんたにはなあと違うんか。すまんのキヨちゃん。じゃがあんたに小顔なことを言えんのは幼馴染のわしだけじゃけ。あんたにはしっかりしてもらいたいんじゃ。ありがとう南雲くん。え、もしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。行かなくていいのか、南雲。こっちのことはいい。お前はママについててやれ。いえ、そうはいかんですよ。今はうちのおやっさんを探すのが先じゃ。何よりも坊ちゃんの無事を確かめんといけん。わしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけ。あの頭、それわし考えとったんだけどな。何じゃ。ここでじっとしとっても何もすまん。いっそおやすさんが行きそうなとこどこでもええけ、しがみつぶしに当たってみたらどうですかの。どっか心当たりがあんのか、松永。まあいくつかは。お前らもなんか心当たりの場所あるじゃろ。へい、なあこともなあですわ。そうじゃ、スナック清美におやっさんの携帯が残っとるはずじゃ。もしかしたら携帯の発信履歴に何か手がかりがあるかもしれん。キヨちゃんが店に戻ったら聞いてみましょうや。ああ、墓地の方なんてどうじゃろう。あそこは外から死角になっとるし人通りも少ない。確かにあそこは滅多に人が来ないからな。
調べてみてもええかもしれん。桐生の兄貴、おやっさんの行きそうなところって考えたんすけど、俺はとりあえず組の事務所かなって。広瀬一家の事務所ってことか。ほいじゃけど、事務所じゃったら今留守が誰もおらんですけ、鍵閉めとります。おやっさん鍵持っとらんけ、事務所には入れんじゃろ。そっか、おやっさん鍵持ってねえんだっけ。そういや事務所留守にするなんて今までなかったもんな。それに陽明連合会もずっとおやっさんを探しとるんじゃ。事務所なんかにおったらもうとっくに捕まっとるぞ。お前他に心当たりの場所はないんか。すいません桐生の兄貴、もう少し考えてみます。あ、そうじゃ、喫茶アポロ行ってみたらどうじゃ。喫茶アポロは親さんがいつも出前取る店じゃ。確かに喫茶アポロのマスターなら何か知っとるかもしれんの。喫茶アポロは商店街にある。行ってみる価値ありそうじゃ。キリュウの兄貴、ここ出るんすか。なら俺らも行きます。表にはまだ本家の連中がいるでしょうし。いや、俺一人でいい。お前ら他にも親分のいそうな場所を考えててくれ。一人で行くってそが無茶な。俺と違ってお前らはこの町で生きる陽明連合会の人間だ。これ以上上に弓引かねえ方がいい。ちょっと、ええ、そう、広瀬、ん、ああ、そう、今日は来と、いや、どうせまた、あ、そうじゃ、ん、親分に、まったく、ああ、わか、しばらく寝てろ。
怪我なく。時間食っちまった。なんだき。もしよければ。あ、キリュウさん。ママ、親分の携帯あるか？ええ。そこのカウンターに置いたままだけど、ちょっと見せてもらうぞ。何かわかった？いや、何もわからない。親分が携帯を持ったのは最近か？いえ、ずいぶん前から持ってると思うけど。そういえば、いつもデータを初期化してるって言ってた。遊んでるのがバレると面倒くさいからって。そうか。しばらく寝てろ。
驚き竜小川んとこにおったんか。陽明連広瀬のお前らは何ここで蹴ると大島の竜がなんぼのもんか見せてみや。これは小川花子とか驚き竜もう立ててすまんだ。今さら何言ってやがる。先に手出してきたのはそっちだぜ。おう、じゃったら殺せや。やってみ。こっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃ。ほら殺せ、はよやらんかい。くだらねえ芝居はよせ。大声出してるとこ見ると他にもまだ近くに仲間がいるようだな。が、ああ、お前らなんで広瀬の親分を探してる。知らん。わしらは小清水の頭に言われて動いとるだけじゃ。広瀬と赤ん坊を見つけてから押さえろって、それしか知らんのじゃ。ほんまじゃ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。おい、マスゾエを知っているな。あいつは今どうしてる。マスゾエのおじき、東京でなんぞ仕事に行っとるはずじゃ。東京の仕事ってのは。道場会の染め屋と杯交渉とか言うとった。なるほど。だが多分あいつはお前らに嘘をついてな。何の話じゃ。マス添えのおじきが何じゃ言うんじゃ。いずれお前らにも分かる。踊れ桐生、いつかぶち殺しちゃるぞ。これ以上痛い目に遭いたくなきゃおとなしく黙ってろ。
スナック砂時計。すまない。あら、うちゃめ。それともこのマッチを持ってた人を、広瀬一家の俺のことを。広瀬の親分なんだと。あなた宛てに伝言を預かっとりますよ。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間スナック清美のママに案内された。清美さんね、やっぱり男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た時、赤ん坊を連れてたか。ええー、かわいい子じゃった。そうか、わかった。助かったよ。いいえ、どういたしまして。時間食っちまった。いらっしゃいませ。うまいな。
さ、行くか。ありがとうございました。